ホヤはおさく動物はモンホヤズナに属する海産動物の総称。二千種以上が知られる。餌を含む海水の入り口である、受水口と出口である、出水口を持ち、体は非能と呼ばれる組織で覆われている。成長過程で変態する動物として知られ、妖精はオタマジャクシ様の形態を示し遊泳する。妖精はメテン、平行期、配神経、 筋肉、脊索などの組織を持つ。生体は、海底の岩などに固着し、植物の一種とさえ誤認されるような外観を持つ。生体は、脊索動物の特徴である内柱や、エラ、列をはじめ、心臓、生殖器官、神経節、消化器官などを持つ。脊椎動物に禁煙であり、生物学の研究材料として有用。 血液にバナジウムを高濃度に含む種類がある。現在確認されている中では、体内でセルロースを生成することのできる唯一の動物であり、これは遺伝子の水平電波を示唆していると考えられている。生活様式は、軍隊で生活するものと単体で生活するものがある。単体ホヤは、有性生殖を行い、軍隊ホヤは、有性生殖。 無性生殖の両方を行う。世界中の海に生息し、生息域は超過体から深海まで様々。多くのホヤは植物プランクトンやデトリタスを餌としている。漢字による表記では、古くにはローナマコ、トミヤ、ホヨルなどの表記も見られる。ホヤの名はランプシェードにあたるホヤに形が似ているから、またはヤドリギにその形が似ているから、 また、マボヤはその形状から、海のパイナップルと呼ばれることもある。なお、俗称で、ホヤ貝と呼ばれることがあるが、軟体動物の一群に分けられる、貝類とは全く分類が異なっている。ホヤの卵は、モザイクランとして知られている。つまり、初期発生中の滑球を乖離したり破壊すると、決まった運命の組織にしか分化しない。加えて受精後すぐの卵に、 明確な境界が見られ、それぞれの領域が、将来の各組織に受け継がれることから、母性細胞分化決定因子の存在が示唆されてきた。筋肉細胞分化決定因子について、細胞質移植実験などにより、特にその存在が研究され、2001年に西田沢田により孫ヤからマッチョマイナス1が同定された。ただし、筋肉や表皮などは、 自立分化能を持つが、脊索は誘導を必要とすることが示されている。発生中の各滑球が将来どの組織に分化するかを示した細胞系譜は、マボやでは西田らによって詳細に示されている。ホヤの属する脊索動物門には、人を含む脊椎動物アモンが含まれており、遺伝子を操作したホヤを使えば、脊椎動物が進化する過程の再現実験にも、 利用できる。片有霊母やは組織の構造が単純で成長が早く養殖が可能で安価に入手できるなど実験動物としての利点が多数あるため生物学において発生学の発生のモデル生物として用いられる。東京大学大学院理学系研究科風俗臨海実験所ではナショナルバイオリソースプロジェクト事業に基づいて 型幽霊母屋の野生型個体を供給している。2002年にはドラフトゲノム配列が決定された。動物としては7番目となる。さらに近縁種の幽霊母屋でもゲノムプロジェクトが行われている。ホヤの妖精には匂いを感知する肺組織が存在し、生殖に関わるホルモンを分泌する細胞との関わりから、生殖や 嗅覚の遺伝病の治療に関する研究への寄与が指摘されている。蒸気以外にも様々な分野においてホヤを用いた研究は世界中で盛んに行われている。コット・ラベツの分類体系を主張するものもあるが、ここでは N サト著デベロップメンタル・バイオロジー・オブ・アスキディエンスに紹介されているものを用いる。和名は日本海洋データベースに基づく。 オーダーエンテロゴナオーダーエンテロゴナ豆ボヤメオーダープルロゴナオーダープルロゴナマボヤメマボヤの刺身ほやは日本、韓国、フランスやチーなどで食材として用いられている。海産物らしい香りが強く、ミネラル分が豊富である。マボヤと赤ホヤは、亜鉛、鉄分、EPA カリウムビタミン B12 ビタミン E など、豊富な栄養素。 味覚の基本要素のすべてが一度に味わえる食材となっている。また、マボヤの筋膜体に含まれるグルタミン酸とゴ、GMP の割合が旨味を増強する、濃度比であるため、旨味が強い。種によっては、ミネラル分が濃すぎるため、内臓に障害をもたらす、通称、ドカホヤと呼ばれ、これらは、食用不適である。日本では主にマボヤ科のマボヤと赤ボヤが、 食用にされている。古くから、ホヤの食用が広く行われ多く流通するのは主に、東北地方北部沿岸の三陸地方。水揚げ量の多い石巻漁港がある、宮城県では、酒の魚として一般的である。また北海道でも、一般的に食用の流通がある。多いのは、マボヤであり、赤ボヤの食用流通は北海道などであるが少ない。 東京圏で食用が広まり多く流通するようになったのは近年である。中部地方異性西日本各地では2020年時点においてもなお極めて少ない。食用に供される種であるマボヤは日本では太平洋側はオシカ半島、日本海側はオガ半島以北の近海産が知られる。天然物と養殖により供給されている。 特に綿と呼ばれる肝臓や腸には独特の匂いがあり、愛好家はこの匂いを好むこともある。綿を除去して調理すると、独特の匂いがかなり抑えられる。ホヤの中の水にもホヤ特有の香りがあり、刺身を作る際は、ホヤ水を使って、身を洗ったり、独特の香りを好むものは、醤油の代わりに、ホヤ水に綿を溶いたものをつけて食べる。 新鮮なホヤはあまり匂わないが、鮮度落ちが早く、時間が経つにつれて、金属臭もしくはガソリン臭と形容されるような、独特の匂いを強く発するようになる。冷たい海水に浸しておくと鮮度が落ちにくい。首都圏で出回るものは、鮮度が悪く、全体に独特の匂いが強まっており、好き嫌いが分かれる要因の一つとなっている。ホヤを好む人は、 五つの味を兼ね備えると形容し、形から海のパイナップルに例えられることもある。独特の風味が酒の魚として好まれ、刺身、酢の物、焼き物、フライとして調理され、塩から、干物に加工される。また、この綿と共に塩からにしたものを、爆ひさしらいという。頭部の二つの突起を切り落とす。切り落とした部分から、 縦方向に包丁を入れて殻を切り開く。殻を開いて、指でオレンジ色の実を取り出す。実を裏返し、黒い内臓を取り除く。袋状になっている腸に包丁を入れて開き、内容物を水で洗い流す。実全体を水で綺麗に洗い、食べやすいサイズに切る。生殖の場合、好みにより、内臓を取り除かずに食したり、調味料として3倍ず。 醤油のほか殻の中の液を用いたりすることもある。2011年の東日本大震災で、三陸の養殖施設は一時ほぼ全滅した。震災前、三陸産ホヤの多くは韓国に輸出され、キムチの具や刺身として食べられていた。震災に伴う福島第一原子力発電所事故による海洋汚染を懸念した韓国政府は、2013年に、 東日本太平洋岸7県からの水産物輸入禁止を決定した。その後、養殖施設は再建されたが韓国への輸出は再開されておらず、2016年に宮城県で生産された13,200トンのうち約6割が焼却処分された。東京電力の保障対象だが、漁業者らにとっては苦渋の決断であった。このため、 宮城県と宮城県漁業共同組合や震災後の2014年に結成され愛好家団体、ホヤホヤ学会などが首都圏などの消費者や飲食店にホヤの売り込みを強化した。震災前は年間あたり2000トン程度だったホヤの国内出荷量は2016年には約5500トンに増加した。新鮮なうちに冷凍して匂いを抑える取り組みや 韓国以外への輸出開拓も試みられている。池袋経済新聞。池袋経済新聞。2019年8月3日閲覧。AB、ホヤが美味しい季節到来日は女性に嬉しい。栄養素がたっぷり。ウェザーニュース。2019年8月3日閲覧。ABC 神戸新聞ネクスト医療ニュースホヤにも、花の起源細胞。 脊椎動物だけ定説覆す高南大教授らが、発見神戸新聞課大幽霊母屋の供給について、東京大学三崎臨海実験所、新寺山下、進む菅の、あや子本女ゆりかおとき、清高中川、三清、木下、テルオ、宮沢、アナリシスオブプラズマラゲン。スピーシーズインフードスタッフス、リピッズ51、ドイ。 10.1007S11745 から 015-4112Y 日本海洋データベース国立研究開発法人海洋研究開発機構アメリカ映画フレンチコネクションでは密用のシャルニエがモンテクリスト博が遊兵されたシャトーディフで運び屋と打ち合わせするときに足元の塩だまりから何かを拾い上げポケットからナイフを出して切り歩きながら 中身をむしゃむしゃ食べ、皮を投げ捨てる。これがホヤで、奥本大三郎はこのエッセイを中心に、マルセイユのホヤを出版している。ホヤって実はすごい知られざる5つの魅力、池袋で、ホヤグルメイベント、宮城ふるさとプラザで、試食会や、直売会など、池袋経済新聞、2019年8月3日閲覧、 事業実績、青森県立保健大学地域食材の特産化活動を介した地域コミュニケーションの発展事業、宮城、ほや、一口で五つの味取れたてほやほやが、命、日本経済新聞有観2015年8月4日。震災新論、新論、捨てるのか、ほやは食べてなんぼだ、韓国金融、東電が買い取り、宮城の味を、消費者に、 産経新聞長官。http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュアフェアーズスラッシュニューススラッシュ170721スラッシュ afr1707210007-n1 ドッ html ハット震災7年三陸ホヤ食べて応援愛好家人力国内消費4倍読売新聞長官2018年3月22日 列島追跡、三陸の保屋、廃棄処分防げ海外開拓や、冷凍保存。日本経済新聞長官。http コ<ス>ロンスラッシュスラッシュ www. 日系 .com スラッシュ NKD スラッシュカンパニースラッシュアーティクルスラッシュ ディスプレイタイプイコール 1&、ナンイコール約ぞ 18887540U7A710C1ML000& スコードイコール9501ありがとうございます。